皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきたいと思います。柔道たちの赤い地球に来たところですね、23話になるんですけれども、分岐シナリオになってるみたいなので、ちょっと先にこっちをやっていきましょう。まあ基本的には宇宙世紀ガンダムがいる方に進んでいこうと思ってます。地球近海ヤマト中央作戦室、3つ目の世界か。それら3つの世界を今後は以下のように呼称したいと思います。新西暦世界、最初の世界だね。2番目が西暦世界で、今が宇宙世紀世界。結局よくわからんごっちゃになりそうだな。この世界の状況について、一年戦争が起きているけど、前後から歴史は大きく食い違ってますと。17年前、一年戦争の2年前にインベーダーの襲撃。結局流れ龍馬がどっから来たってことか。インベーダーロボット軍団を組織ちょっと早いな月面戦争でしょこれが。で、使われていた兵器がゲッターロボで、流れ龍馬、月面戦争で活躍して英雄と呼ばれましたと。で、月面戦争終結後、ゲッター戦研究者の早乙女博士を殺害して投獄されました。で、その2年後、サイド3が中央公国を名乗り宣戦布告しましたと。で、1年戦争が開戦で、その時が、モビルスーツ投入されましたと。最初はジオンが優勢だったけれども、まあ、国力で勝る連邦が盛り返していきましたと。まあ、ここら辺は一緒だね。その後に新西暦世界と決定的に歴史が分岐する事件がこの後に起きます。一年戦争の終盤、ジオンの重要な戦略拠点であるソロモンが落ちた頃、地球で早乙女博士が反乱を起こしました。で、早乙女博士は流れ龍馬によって殺害されたんじゃないのと。後に判明することですが、彼はインベーダーに寄生されていたのです。インベーダーは、向き勇気に問わず、取り込みますと。で、戦力のほとんどをジオンに割いていた地球連邦軍は事態の収束を流れ龍馬に託した。ゲッターロボ単独で早乙女博士率いる軍団と戦っていたけど、滅んだはずのインベーダーが復活していることが確認されましたと。で、事態を重く見た、地球連邦政府、早期解決を図り、インベーダーの集結地点となった早乙女博士の研究所に、重要視ミサイルによる攻撃を敢行したと。しかし、その着弾と時を同じくして、地球はセカンドインパクトと呼ばれる未曽有の災害に見舞われたんです。あ、セカンドインパクトってここで起きてんだ。セカンドインパクト。月誕生の契機となった過去の隕石衝突になぞらえて、セカンドの名を与えられた大爆発ですと。あ、一応そういう感じになってんだね。原因は未だ不明。全世界の海洋汚染で、赤い海はその時に生まれたと。日本に発射された重要視ミサイルは、その時に発生したと思われる次元神で、消滅した。次元神は早乙女博士の研究所に貯蔵されていた大量のゲッター船を地球の各地に振りまき、局地的ながら大きな被害を生みましたと。記録では流れ龍馬もここから行方不明となっています。ああ、それで転移してきたのか。で、次元神によってこちらの世界の尺度で言えば10年前以上の世界から転移してきたと。で、赤い海の誕生は彼の転移後に起きたと。で、ゲッター船っていうのは宇宙船の一種ですと。生命体を進化させる力を持っていると言われてます。ゲッター船はエネルギーとしても使用できますけれども、過剰に照射すれば生命体や環境も破壊できますと。で、第一人者の早乙女博士が死んだことでその研究は停滞していますが、セカンドインパクトとゲッター船で、一年戦争は、ジオン側の指導者であったザビケは打倒されましたが、ジオンは十分に余力を残したままなし崩しに終戦を迎えました。その結果、戦後の連邦が地球の復興にかかりきりだったのに対し、反地球連邦政府は
着実に力を蓄えていきましたと。で、一年戦争から13年後、地球復権のために組織されたエリート部隊ティターンズでコロニーに対する強硬策、グリプス戦役ハマーン・カーンで再編されたジオンとの第一次ネオジオン構想、ハマーン・カーンが倒された後シャア・アズナブルの第二次ネオジオン構想、まあ似てますねと。一年戦争以降の戦いも名前こそ同じではありますが、我々の世界とはスケジュールにズレが生じています。2度のネオジオンとの戦いは圧倒的に連邦側が不利な状況でしたが、ガンダムを中心とする特殊部隊の一点突破によってネオジオン側の指導者を打ち、形としては地球連邦の勝利に終わりました。その結末だとネオジオンの国力は維持されたまま再び戦いが起きる。で、今ネオジオンは地球連邦に、最後とも言える戦いを仕掛けてきています。シャア・アズナブルの名のもとに、まあこっちの世界ではアムロ・レイとともに消息不明となりましたが、アムロ隊は平行世界に転移していましたが生きていました。シャア・アズナブルが健在でも不思議ではないと。てかでもさ、これってさ、生きていた赤い彗星フルフロンタルの可能性もあるよね。我々の世界の謎の一つ、こちらの世界で解明されるかもしれない。あ、そうかそうか、失われた何年だよね。事故なのか意図的なものかは不明だけど、第二次ネオジオン構想、シャアの反乱からの10年間の情報の多くは後世に伝わっていない。我々にとっては100年近く前の出来事だから、一部の学者以外は指したる意味もないゆえに、今となっては追求する者もいない。その10年間、ネオジオンの残党が何らかの活動していたこと、大きなテロ事件が起きていたことは確か。なるほど。ニミ君、マフティの件についてはこの場で話すつもりはありません。まあそりゃそうだよね。ハサウェイがいるからね。この世界はネオジオンが地球連邦を打倒しつつあるということ。今の状況はもう戦争とは言えません。すべての根である一年戦争が地球連邦からの独立戦争であり、その戦いは連邦が優勢であったことから、後の戦争は一年戦争で生まれた憎しみを晴らすためといった側面が見られますと。はあはあはあ。今ジオンと連邦の戦いは最後の時を迎えようとしています。アクシゾート氏が失敗、圧倒的な武力で彼らは地球を制圧しようとしています。一年戦争から約15年、市民をも巻き込む殲滅戦という形になりました。あ、木星帝国と同じ。ミスリルは地域紛争を未然に防ぐための施設武装組織、ジオンの無差別ともいえる攻撃を止めるために連邦に協力することを決めたと。敗北必至の戦い、負けるつもりで戦ってるわけじゃないよ。なるほど、ちょっとここからまた応答開始しよう。人間同士の戦いで滅びるか。地球連邦にあるのも事実です。まあそりゃね。あ、ロンドベル外部独立部隊。アムロ、ジュドウ、ハサウェイ。まずはロンドベルに会おうと。ん？ロンドベルに接触する、独自に行動する。え、ちょっと待って、これ。え、じゃあロンドベルに接触しようよ。補給の問題もある。ロンドベルに接触し、より多くの情報を集め、安全を確保。その上で今後の行動を検討しようと。これは何？具体的な話じゃないんだ、分岐は。ガミラスに対しては、ま、でもガミラスはね、ほとんど戦力はないと思うんだよね。で、一応ここで3つの世界がどうのこうのって言ってきたから、多分3つっすね、大きく。
世界は。マデューカス中佐から入電です。インダストリアルセブン、ネオジオの襲撃。そこからユニコーンは最初から。じゃあ別にみんないるよね。みんないるからいっか。このままファクトリーとかなんかある？あるんだ。ヤマト航空隊ブリーフィングルーム。でもね、そういうわけにもいかないんだよ、インベーダーは。当面龍馬は動かない。サブオーダー、あ、いけるじゃん。ちょっと パトロールだけやっとこう。基本的に、てか全員いけるじゃん。待って待って待って、50機超えてるのはいいとして、まあ、ジュドーとアムロとハサウェイとアスランじゃなくてキラ、セツナ。よし、これでいこう。資金調達とかはね、もう完全にレベルとか関係なく人数分割になってるからね。まあ、固定っすね。じゃあこのまま次のマップへ行っちゃいますか。L1 中域。ネイルアガマブリッジ。オッドー艦長。あれ、艦が制圧されたの。司令を倒したか。オッドー艦長もう強気だね。ああ、ユニコーンはもう積んでるんだ。なっちゃったかんね。一応戻ってきたけど。ネイルアガマは格納庫。バナーシ。
ちょっとサクサクっと説明してるね。これはリディ・マーセラスかな。シルエット的にリディだね。ここら辺の言い分は平行線だよ。これはダグザ。さすがだな、エコーズ。第23話、開かれた扉。あれ、ガランシェールか。やたら三角形だな。
デルタプラスか、もう分からんな、こっから見ると。ダカンダカナンいるんだ。とりあえずなんか脱出する的なあれかな、離脱ポイント。4分、4体内ネイルアガマ、一応ドーベンウルフ、クシャトリアル、ガランシェールを倒してもいいわけね。まあ普通に進んでいこう。ちなみに加速とかあんのかな。ああ、副長が持ってるね。加速つかなくて大丈夫だよな。でこれはあデルタプラスか。まあ連続攻撃だよね。一応指揮範囲内には入れておくか。ビームマグナム、強い。バナーチ、そうするとやっぱりな、ヒット&アウェイつけたいよね。ガランシエールの撃墜とかさ、絶対無理でしょ。あんな遠くにいるんだから。ガトリング、サーベル、ハイパーバズーカ、マグナムと。で、バナージ自体はニュータイプと、底力と闘争心。サーベルで切っとく。戦争なんて手段が正しいはずがないんですよ。勝った気になるにはまだ早いぞ。やられる前にやるまでだ。当たったー。無駄だと分かったら交代してくださいよ。他の方法だってあるはずでしょう。ビームマグナムで、そこだ。基本的にモーションは同じだね。ジオンの魂は死なずだ。スパルムのなシリーズが変わったらちょっとこういう絵も一新してほしいよね。交代してくださいよ。ビームマグナムを使う。行け。もう限界だ。脱出装置を。狙われた。指揮官はお前か。
ヘオジオンの戦術は知ってるつもりだ。ヘオジオンの好きにはさせるな。ジオンの魂は必ずや受け継がれる。あれ、この戦闘に出てきてるやつなんだ。ザムザザーみたいなやつ。ガザティーか。なるほどね。で、一応こことここを陣取れば、ガザティーがここに来ると最悪だからな。大丈夫だね。ガザ D は移動後に攻撃力はないね。じゃあまずさっさとこれをやっちゃおう。なんかさ、ガザ D がどいたよ。メガ粒子砲使うのか。前方に艦隊。おお。てかまた戦艦増えんのこれ。基本的に15機だね。そうするともう固まってきたかな。ゼータはちょっと出さない。アムロ、ハサウェイ、トビア、シーブック、キラー、施設のロックオン、マイトガインで、ブラックサレナで、ゲッター、マジンガーと。アムロも知ってるんだ。ランシェル完全に孤立してんな。NTT。
のガンダムの危険さ。遠くね別にいいけどさ、遠くね。一応集中唱えておこう。オットーには援護がないのか。 NTD 連続攻撃、これはエネルギーか。戦争なんて手段が正しいはずがないんです。 NTD、 この力があれば。これで落ちてくれ。これがユニコーンだ。敵長、申し訳ありません。まあ問題となるのはラカンダカなんだな。連続攻撃で倒せっかな。いまだにジオンを担ぎ出すのかよ。48って最近こういうの多いな。もう諦めろよネオジオン。進めるやつはもうどんどん進んでいこう。ここはでいいよな。まあシャアがいるのかフルフロンタルなのか両方いるのか、そこは謎だけど。いて、当たった。エースパイロットだな。スーパーコーディネーターには出てくるとは。てかさ、こいつらさ、こんだけのガンダム見てさなんでガンダムがあんないっぱいいるんだってなんないのかな。あ、そっか、こいついたんだ、忘れてた。ガッツ貫通したからか、3000を。一体誰？あ、ゲッターか。暗くてよく分かんなかった。戦艦を狙ってくるか。ラカンダカなんか援護攻撃持ってるし。やらせませんよ。ここでバナージだいぶ撃墜数稼げそうだな。ハイパーバズーカで倒せんの？倒せねえじゃねえかよあ、マグナムの弾数がないんだ多分。ちょっと見てみよう。あと2発か。これでいけるときはこれでいくか。こっちに来た。
ってくるか、メガランチャだろうと一切の容赦はせん。ガラ空きだな。俺に駆られるために出てきたか。当たらないに越したことはないんだ。ビームマグナムを使う。これで クシャトリアはな。え、ビームガトリングってさ、アイフィールド大丈夫なの？ビーム兵器になってるし。じゃあハイパーバズカの方がよくね？白いやつ、最新型のガンダムか。ファンネル、分かってくださいよマリーナさん。四枚羽のモビルスーツ、あれ、ハイパーバズーカはモーション変わった？徐々にプレッシャーが強くなっていく。え、ガミラスマジこっち来んの？これ結構やばくね？早々に合流しないとまずいな。そういやあれつけてねえわ。ヒット&アウェイを。オールレンジアタックな、2個しかないっていうのも痛いよな。カートリッジでも持たせとけばよかったかな。そうすると。うちの部隊修理装置持ちがいないからな。F91 はメガマシンキャノンとかじゃ話にならなそうだ。ないね、加速が。ダナンは覚えたんだよな。かなりの規模の艦隊が転移してるんだっけ。あんまり転移してなかった気がするんだけど。ちょっと待ってね、このネイルアガマがやばい。加速使って逃げよう。でバナージもちょっと一回こっちへ行って NTD の連続攻撃を羅漢だからに食らわせよう。ひらめきもかけよう。直感ではないんだね。できればラカウタカランはここで倒しておきたいけど、こっちにこいつを派遣したいけど、
ケープラ攻撃も届かなかったな。主人公機か。ラガンダガンを倒そう。もう一発。マイトガイン。マイティースライサー 73%。 まあ大丈夫っしょ。弱っ。ちょっと待って。そんなに弱いか。直弾かけて。しまった。いけない。ガランシエルを攻撃するしかない。スクリューウェップ。誰？こいつか。ハサウェイいけるか。いや全然無理だ。ニューガンダムは前に出すか。弾数増やしたいな。一斉射撃があるね。削れるときに削っておこう。スパイラルゲッタービームか。なんとなくセーブしとこう。ガトリングでいけるよね。さらばだ。いけねえし。これ AI どうなってんの？倒せねえ時あるよね。マジか。すげえショックなんだけど。基本的に AI の指示に従ってれば今までは全く問題なかったのに、今回はそういうわけにはいかんのか。てか使えるものがなかったってこと？弾数を優先するんだな。じゃあビームライフルでいいでしょう。まあ防御しかできない。なんだかんだでだいぶ減ったな。もうここはあれを使おう。フェアリーブです。マリーダはまだだいぶあるか。でもラカンダガランを倒そう。シーブこれで、いや柔道で倒そう。柔道どこ行った？いた。ハイメガ、グレミーはもうさすがにいないか。全力でやってやる。タイムがキャノンもらった。そうだ、こいつは。7900か。まだちょいあるね。
シンネマンも底力レベル5か5とかあると結構きついんだよね。まあ、必中は必要ないとしても、サンダーブレイクでいくか。火力の高い、そこを通らせてもらう。宇宙でサンダーブレイクってどうやって撃ってんだろう。4枚羽のモビルスーツ NTD、 この力があれば。これで落ちてけ。ユニコーン、シャトルを交代する。ブースター、よし、ブースターは貴重だからな。プルだよ、プル。こいつを倒すのがちょっと厄介だな。攻撃ってすると気力上がるんだ。気力のシステムがね、作品作品でちょっと違うからね。で、あとはこのちっこいやつ、トマホークブーメランでいきましょう。いや、これでユニコーンまで加わったとなると、ますますガンダムだらけになるな。
ネイルアガマは格の子。チェーン。いやいやいや、君もよく生きてたよ。クエスは死んだのにチェーンは生きてんのか。ってことはハサウェイ撃たなかったんだ。我慢したんだね。ってかまあクエスがどうやって死んだのか分からんけど、早くカミーユ来てくれよ。だからルーが乗ってんだよ。確かに、なんで。あ、知ってるんだ。じゃあちょっとまたファクトリーを覗きに行きますか。そうそうそう、戦場に出てきました。でチェーンがクエストを撃墜したと。撃とうとした。あー、その時なんだ。タイミングがずれてんだね。
心を壊してしまったのか。超伝統モーター、これは移動力上がるから買っとこう。で、タックポイントはめちゃくちゃあるな。とりあえずヒット&アウェイだね。ヒット&アウェイ何個必要？柔道はある。ルートかとりあえずいらないから。アームドでしょ。トビアはどうするんだっけ。トビアはとりあえず大丈夫か。キラヤモトついてる。刹那もまあ別に大丈夫か。あとはバナージンつけるか。オットーもつけるでしょ。アキトは別にいらない。龍馬もいらない。哲也つけたいけどな。今3つだからな、ちょっと悩むな。テッサついてるでしょ。沖田艦長もついてるでしょ。アンジュとかってどうなの。メイルライダーっていうスキル持ってる。あ、みんな持ってんじゃん。こいつは持ってんだっけ。いらないんだよな、そもそも。ファイナルビーム使うためにな。シャルドってもあった方がいいといえばあった方がいいんだよね、実際には。4つか5つくらいか。いくらするんだっけ。300円か。5つ買うと1500円か。なるほどね。3800まで減るね。まあ、いや、5つ買って。お金は結構いっぱいあるよね。溜め込んできたからな。ネイルアガマとか。戦艦ほんと多いな。1、2、3、4、5隻あるよ。立派な軍隊だな、もう。で、ユニコーンガンダム。まあ、ユニコーンはね、やっぱり、鍛えていこう。もう5段階。ちょっとこれだけ3段階にして、エネルギー使うか、ちょっとエネルギーは上げておくか。よし、OK。というところで、じゃあ、これで第23話は、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。